はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ボスと戦ってみてくださいということですね。ありがとうございます。今日は、ここ、エキストラのボスと戦ってみます。そして、まだ戦ったことがない裏ボスとも戦ってみようと思います。まあ、とりあえず今日はね、エキストラボスですね。一度戦ったことがあるので、どれぐらいの強さかっていうのは大体分かってます。うん。で、仲間たちもだいぶ強化されてるので、問題なく倒せるんじゃないですか。問題はね、裏ボスだと思うんだよね。あいつが確か相当強いっていう話なので、まあまあどういう感じに行くのか。ちょっと難しいかもしれませんね。オーシュットの裏技とかそういうのもちょっと使いながらやっていきます。そうするとおそらく相当早く倒せる。うん、相当ね。探検弱点だったっけ？探検じゃなかった気がする。まあまあいいや。OK。裏技は使っていきますね。待って。みんなで消しかける。どうしようか。カニスディルスと夢くらいでいこうか。あ、海坊主とかもいいね。海坊主2回、夢くらい2回の、サメ2回。いけー！本体も、よし、ナイス！本体までやってくれると、すごくありがたいね。サメは確か探検だったよね。あ、弱点じゃないね。まあまあいいでしょう。これで BP もだいぶ溜まったんじゃないの。どうだ、触手は倒せる。 OK。 ワオ、あ、そうか、避けるんだ。そうだったね。とんでもねえな。こっちでいいんじゃない。やっちまいな。いけー。あー、ブレイクはしなかった。まあまあまあいいか。こっちも商人で行きましょう。お、意外と耐久力高いね。まだ全然黄色にならない。おお、いけ。仕事だぜ。で、まだ、おお、意外としぶとい。本当にこいつしぶといよ。いけ。まあまあ、とりあえずもうこればっかでいいでしょう。こっち側のパーティーはね。ナイス、素晴らしいね。いけ。で、オズバルドの攻撃でどうだ。おっしゃ。で、変わってから多分ワンパン入れれば倒せるぐらいじゃないの。うん、光の攻撃でいけるでしょう、おそらく。獅子の舞を入れて、獅子の舞。で、こっちはキャスティは別に何もしなくていいか。防御しとけ。こちらの番だな。で、ガベルでどうでしょうか。これでどうだ。ナイス、おし。次に行きましょう。で、次のこっち側もまあ光の攻撃でなんとでもなるでしょう。まあ問題はデバフをね、反対側で受けなきゃいけないっていうところか。まあまあ受ければいいだけだからね。 OK。 ナイスキャスティー。で、ここで BP を回復させちゃって、いいんじゃない。で、回復はしてるね。ここでエルフリックを、あ、いや違うわ。あ、いや、エルフリックでいいのか。おー、でもね、デバフは食らいたくないのよね。
一応入れとけ。攻撃しないならしないでいいんだからね。で獅子の舞を入れて、いや怖えな、倒しそうで怖いんだよね。ちょっとガベルをブースト1で打ってみよう。おいって倒しちゃった、最悪最悪だ。もろにもらっちゃった。まあまあまあいいか、このターンはもう反対のこっち側にも任せっきりにして、いいね、みんなでけしかける。2回、海坊主入れればいいよね。いいね。で夢くらいをこんな感じでどう？これで潰して、いやこれずるいなずるいな。で物理魔法無効を6ターンか全部で、で最後にカニスビルスで攻撃。いいんじゃないっすかいいんじゃない。で技法、はい、いやなんかこれ機械に悪そうな気がするな。まあまあいいけど、もう一度違法、ひでえな、これはひどいぞもうなんか倒せそうな気する。あーもう絶対倒すわ。あーはいはいはい、いやこれ光の出番なしか、もしや。あ、いやあるあるある、あギリギリあるわ。でここで変えまして、ガベルが、いやガベルよりもこっちの方がダメージ出るかな。倒したかも。あ余裕だわ。エキストラボスは全然余裕です。はい、じゃあ今度はね、裏ボスの方に挑戦してみます。そっちは簡単にはいかないんじゃないかな。うん、なんかそういう話だな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。